こんにちは。どうも。よろしくお願いします。どうぞ。どうも。ピアノ講師の日野木谷康則です。で、ピアノやってます。主に、ポップス、ジャズ、あと音楽理論を教えてます。まずはその、弾けなくても好きな曲を選んでもらって、片手でもいいから、そのメロディーとかを弾いて楽しいってことをまず分かってもらって、僕が見せてあげたら、なんでそうなったんですかってなって、それをゆっくり説明して、忘れてもいいよって、聞いたら忘れて、聞いたら忘れて、ちょっとずつ残っていくから。なんか大体、なんか1時間あって、半分が、なんか普通の、例えばポップスとかやって、残り半分がジャズみたいな感じが多いですし、めっちゃ優しいです。なんか今まで会ってきた音楽の人ってめっちゃ怖い人多かったんですよ。いや、全然、なんか結構優しそうな感じだなって思って。ここのライブに来た時に先生のことを見て、なんかすごいなって、なんかかっこよかったです。命の吹き込み方、ただ弾けるだけだとやっぱりそのプロにはなれないので、なるべく歌に近いようなピアノにするにはやっぱその強弱とか波が、そういうことを教えることも十分なんてやつ。クラシックやってて、で中2からまたここで始めてっていう感じです。難しいです。ちょビル・エヴァンスとかのジャズのうち聞くんですけど、なんかあのくらい弾けるようになったらかっこいいなと思います。やりたいようにやって、自分らでこうするよって一緒にやったりして、セッションしたりしてやると、逆に僕も教えてもらうことがあるし、そんな感じでやってます。はい。一番最初はもうモテたいだけだったんですけど、だけどその、なんですかね、重いというか、あのフォルムが好きだったんですね。ピアノという楽器の、白と黒のあの感じが好きで、かっこいいな。結構いろんな音が出て楽しいな。どんどんハマっていきました。やりたい曲とかやりたいことを言ってくだされば必ず楽しくするんで、楽に来てるんです。一緒にやりましょう。ありがとうございました。ピアノ楽しましょう。はい、どうぞ。どうも、ピアノ講師の日野木谷康則です。で、ピアノやってます。みんなで音楽楽しもう。ありがとうございます。やっぱり、ね、芝居向いてないよ。すいません、ありがとうございます。